はい、どうもスタッフ健太です。今日は10月の21日木曜日となります。定休日明けになりますね。Vlog スタートとなります。11月からですね、オーバーホールの作業が始まります。今現在ですね、予約を開始してるんですけど、11月初旬からですね、結構作業がバタバタしそうな感じですが、まあ、一応今週から来週にかけてはですね、作業時間が結構たっぷりあるような感じです。で、オーバーホール以外のですねお客様は、今週末までにですね、修理のバイクなどお持ち込みいただけるとですね、助かります。ちょっとオーバーホールの作業と重なったりなんかすると、私がですねかなり遅くなってしまう可能性もあります。で、今だったらまあ1週間ほどでですね、私が可能となりますので、ぜひ、ご協力のほどよろしくお願いいたします。ということで、当店のお客様向けのお話の後で、火曜日の夕方はですね、いつものズイフトレーシングリーグ、世界のリーグ戦に参戦しまして、まあ、これがですね、4戦目ということで、まあ、前半戦のですね、折り返しとなりました。合計8戦あるんですけど、まあ、これで4戦ですね、終了したことになります。コースはですね、フランスのアップダウンがあります。まあ、コースレイアウトとなっておりましたが、途中でですねスプリントポイントが2箇所、そしてですね山岳ポイントが2箇所設定されているコースで、レースが開催されました。私のですねメインチャンネルでもライブ配信をさせていただいておりましたが、私のですね役目としては前半のスプリントポイントをゲットするために、まあ、動くというような感じでして、一応初っ端のスプリントポイントは2位で、通過、9ポイントゲットで、そしてですね、2回目のスプリントポイントは、5位で、フィニッシュで、5ポイントゲットで、合計ですね14ポイントゲットで、その後のですね KOM のポイントで、まあ、集団からちょっとちぎれてしまったんですけど、まあ序盤ですね、このかなり強いあのプロ選手が山ほどいるですね、強力なメンバーの中で、まあ、ポイントがゲットできて、まあ、チームとしては良かったなと思います。で、一応ですね、まあ、チーム総合としては、中間ポイントがなかなかですね、ゲットできなかったというところもありまして、7位という結果になりましたね。で、総合順位に関しても一応11チーム中5位に下がってしまいました。で、かなりですねこれ厳しいレースが続いているんですけど、まあ、プロ選手も多く参戦しているですねこのすごいリーグで戦わせてもらっているですねことに感謝しながら、まあ、自分自身をですね、より高めていければなと思っておりますので、また引き続きですね、応援の方よろしくお願いいたします。本家の、ライブコミュニティ、 Zwift ライブコミュニティの YouTube チャンネルでも一応ですねこれ一番初めだけなんですけど、結構私がフォーカスされていましたので、ぜひ、見てみてください。さて、今日はですね、まあ、そんな Zwift でも私自身がですね使用しておりますアイテムのご紹介です。これですね結構ヒルクライムでもおすすめのアイテムとなりますね。まあ、秋から冬へ近づいてきまして、まあ、寒くなってきたなというところで、これからですね、ローラートレーニングを始められるという方も多くなっていると思います。で、私がですね今回ちょっとご紹介させていただくのが、私も監修させてもらったアンダーシャツ、地元長岡のメーカーでありますオンヨネさんのですね、原宿からアンダーというですねこの、アンダーシャツになります。これですね、室内ローラートレーニング本当におすすめの商品ですね。私ですね結構ズイフトレースでも使用しております。
で以前からですねこちらのアンダーシャツ、ご紹介させてもらってる商品なんですけど、発売したのはですね、今年の2月頃だったと思います。でこのアンダーシャツですね、あの新潟県内の、まあ、実業団レーサーが一応監修しておりまして、まあ、有名どころですと、あの田崎さんとか田崎智康選手とか、あとはですね、本田隆二、萌えマグロ夫妻とかですね、その辺と一緒に、テストをしておりまして、本米さんとですね一緒に作ったアンダーシャツとなります。でこのアンダーシャツのですね特徴は、お腹周りとですね背中腰をですねしっかりとキュッとですね押さえてくれるので、ズイフトなどのですねローラートレーニングでの、腰痛対策としてバッチリなアイテムとなっています。私自身ですね以前のモデルから、まあ、このアンダーシャツを使ってるんですけど、今回のモデルでですね、3回目のリニューアルのモデルとなっておりまして、今回のこれ第3弾なんですけど、腰周りとお腹周りのサポート力がですね、格段に上がっております。で、このアンダーシャツですね、かなりタイトに作られておりますので、このこれをですね着るときに上から着れないんですよね。もう肩が外れちゃうんじゃないのっていうぐらいですねタイトに作られておりまして、実はですねこれ下から着てもらって下に脱ぐアンダーシャツになります。でですねこれ全裸で下から着て全裸で下に脱ぐというような感じの、非常に着にくいですねアンダーシャツになってるんですけど、転んじゃう方もいらっしゃると思いますので、これ結構気をつけてください。で、種類とですねサイズ感に関してのお話をしていきますと、一応種類が 2つあります。パワータイプというものと、スポーツタイプというものがあります。でパワータイプはですねこれサポート力が強くて、腰痛対策としてはバッチリですね。ヒルクライムレースにはもう本当最高だと思います。でスポーツタイプはですねどちらかといったら、ロングライド向き、ローラートレーニングでですねゆっくりと走られる方はこちらの方がおすすめかなと思います。でサイズ感に関してはですね、一応私が身長168センチで体重がですね58キロから59キロぐらいで、サイズがですね S サイズとなります。で痩せ型のですねクライマー系の方はまあその下の SS サイズを使用してもらいまして、だいたいですね当店のお客様の場合は、まあ、体重がですね65キロ前後ぐらいの方が M サイズで、70キロぐらいの方が L サイズ、だいたい80キロ以上の方がですね、O サイズという一番上のサイズになっております。で価格はですね、パワータイプで、3300円税込み、結構お買い得だと思います。でスポーツタイプでですね3520円税込みとなります。こちらのアンダーシャツですね、当店のオンラインショップでも、好評発売中です。でこちらのですね動画の詳細欄からですね、オンラインショップをチェックしていただければ、そのリンクに飛びますのでぜひご注目ください。結構ですねこれ Zwift とかバーチャルサイクリングアプリってパワーをかけてですね踏むことが多くなっておりますので、本当にですねこれズイフトとかには良いアンダーシャツだと思います。これからの時期ですね、ローラートレーニング、ズイフトトレーニングでぜひご活用ください。ちなみにですねこれ音米さんから同じ力シリーズというところで足力ソックスというものも出ておりまして、こちらもですね、カラー展開が5種類ぐらいかな、こちらもかなり人気となっております。足全体をですね結構キュッとサポートしてくれたり、アーチサポートって言ってですねちょうど土踏まずの部分をですねギュッと上げてくれたり、で後ろがですねこれ滑り止めがしっかりついているので、シューズ内でですね足が動くことを防いでくれます。
で結構ですね、これシューズの中で足が動いてしまうとそれだけでもかなりのロスになってしまいますので、このようなソックスを使ってですね、シューズ内のフィット感を高めてあげましょう。価格はですね、ソックスに関しては2200円税込みとなります。5種類ですね、カラーリングが出ていますので、こちらも合わせてご注目ください。ということで今日はですね、地元の長岡のおやねさんの、おすすめ商品のご紹介となりました。10月の21日木曜日、今日はですねちょっと夜ズイフトレースに出ようかなと思います。朝ちょっと軽めにですね、ローラーこいだだけなので、久々にエミューのショートレースにですね参加しようと思いますので、参加される方はぜひよろしくお願いいたします。ということで、またアップします。